最近マジで俺毎日動画出しててめっちゃ偉くないですか？ねえ。ここ最近、ここ1ヶ月ぐらいはマジで毎日動画出してて、1日も休まず出してるっていうことをまず褒めたい。自分で自分を褒めたいっすね。うん。で、まあ、多分ね、多分僕の傾向的に3ヶ月ぐらい頑張って、また3ヶ月か4ヶ月ぐらいまたね、サボり始めると思うんですけど、あのね、まあだとしても、いや、まあそうしないように頑張る。俺は努める。うん。そうやとしても、ただ今俺偉くね、めっちゃ。うん、毎日出してるわけだからね。すごいよね、俺って。だから今の、現代の若者たちって、退屈せんでほんまにええなと思いますよね。僕がいるから。だって僕が毎日動画出すことによって、みんなは退屈する時間がないわけじゃないですか。お、今日もまたケツ出しの動画来たー！お、なんか通知聞いた！お、ケツ出しの動画来たーってなってるんでしょ？いや、羨ましいですね。僕そういうのないんでね。いや、本当に、なんか今の若者っていうのは本当恵まれてるなと思いますね。ねえ。っていう感じで、僕もちょっとやっぱそういう人たちのね、期待に応えるために毎日動画出していこうと思うんで。まあ、続けばいいですけどね、それがね。うん。まあ、持って1ヶ月。まあでも今んところそれは、まあ、クリアできてるんで、まあ2ヶ月、3ヶ月と。最終的には1年、丸1年、毎日動画出し続けるっていう。ことをね、やっていこうかなと思います。まあ今の人たちね、まあ今の最近の YouTuber で毎日動画出すっていうのはあんまりしないらしいですけど、僕はします。はい、あえてね。うん。やっぱ僕、ネタとかないんで別に。ネタとかないんですよ。もうだからもう生きてること自体が全部ネタみたいな感じなんで僕なんてね。だからまあほんと、そういうネタゲーとかに困ることはないっすよね。なんで、毎日ね、出し続けるんで、もう、だからできる限り、だから皆さんも応援お願いします。もうやめ、僕もね、途切れさせたくないんでね。はい。毎日出すことに意味があるんで。おもんなくでもね。おもんなくて。おもんない動画でも毎日出すことに意味がある。その量、質より量です。はい。ということで、そういう雑魚してみたいな感じでね。頑張っていこうと思うんで。